私も外れ。ああ、ユキ、それってもしかして、え、まさか、はあ、当たった。すごい、まさか一等、100万円だ。すごい。暇ね。いいじゃねえか、平和な証拠ってやつだろ。そりゃそうだけど、忙しい時は忙しい時で、いつもブーブー言ってるくせに。女ってのはね、欲深いからこれで満足ってことがないの。わかった？わかった。わかればよろし。怖いね。ただだと余計に入っちゃうよね。ね、もう一回取りに行かない？あんたたちまだ食べるの？うん、せっかくユキにおごってもらったんだから元取らなきゃ。ね、行こう。うん、いいの？食べ放題なんだからいいじゃない。そうじゃなくて、お金。どうせ宝くじで当たったお金なんだから、みんなでパッと使っちゃいましょうよ。でもこんなに使わせちゃって。大丈夫よ、私には幸せの天使がついているんだから。私ケーキ20個も食べちゃった。あとパンパン。でも最近ユキってやっぱすごくない？うん、絶対すごいよ。運が良すぎるって感じ。前と全然違うみたいだね。言えてる。そう、私は変わったの。今まで一度も自分が幸運だなんて思ったことがなかった。食べてかない？え？うん、行く行く。ね、どこ行く？駅ビル行って、それからショッピングしよう。あ、いいね。そうしよう。あ、危ねえじゃねえか。気をつけろ。いつも私だけ貧乏くじで間が悪くって。
綺麗な人。このペンダントをいつも持っていて、そうすれば必ず僕が君を幸せにしてあげる。幸せ？私が？やっぱりあれは本当だったんだわ。ユキ、ユキ。ねえ、ユキの持ち物何かちょうだい。いいでしょ、私にも幸運のお裾分けしてよ。ねえねえ、こんな風に友達がたくさんできたのも、ね、みんなペンダントのおかげなのに。声は当たっちゃうしさ、すごい羨ましいよ。もうやかりたいな。ねえ、今度は何が当たっちゃうだろう。なんだろう、すごいよね。1億円ぐらい当たっちゃうじゃないよ。そしたらどうする。どうしよう。シド、あれ。ん？ほら、匂わねえか。あれか。今日もどうもありがとう。どういたしまして。でも、あなたは一体何者なの？僕、天使みたいなものかな。天使？どうでもいいじゃないか、そんなこと。大切なのは、僕が君に幸運を与えることのできるものだってことだよ。天使が私のところに舞い降りたのね。さあ、始めよう。これは、君に幸運を授ける儀式なんだからね。頑張りすぎじゃないの？顔色が悪いよ。え？そうかしら。ここんとこ急に忙しくなったからかな。気をつけた方がいいよ。平気平気。これのおかげで充実した人生を送っている証拠よ。そうよ、充実しているんだわ私。本当に綺麗。天使って本当にいるのね。そしてその天使に愛されているんだわ、この私が。私だけが。けどちょっと頑張りすぎかな。大丈夫か？え、誰？君のしているそのペンダント、危険だ。早く手放した方がいい。なんですって？あなた誰？俺のことはどうでもいい。それよりそのペンダントを捨てるんだ。ダメよ、なんでそんなこと。忠告だ、そのペンダントは君の考えているようなものではない。違うわね。ん？分かってるのよ、あなた私の幸せを妬んでるんでしょ。何？このペンダントは私のもの、他の人には渡さないわ。このペンダントは選ばれた人間しか持つことができないのよ。あなたにはふさわしくない。私こそがこのペンダントにふさわしい人間なの。この私だけがね。
するぞ。あの子は逃げられた。思ったより手ごわいな。県大会なんだ。え、選手？まあね。すごい尊敬しちゃう。私運動全然ダメで。今度教えてあげようか。え、本当に？うん、僕はそのくらいしか取り柄ないからね。嬉しい。今日もどうもありがとう。今日ね、とてもいいことがあったの。電車であの男と話したことだね。ええ、いいかい、これからは絶対あの男と口を聞かないでほしい。そんな、どうして？あの人のことはずっと前から憧れてたのよ。今日初めて話をすることができたのだって、あなたのくれた幸運のおかげだと。違うんだ。あいつは君の幸運を狙っている。君を利用しようとしているんだ。まさか。惑わされないでほしい。僕の用意した幸運は君にこそふさわしい。それを失いたくはないだろう。僕の言うことを信じてくれるね？これがあるから大丈夫って。そのペンダントなんか良くないんじゃない？え、何言ってるの？ユキさ、そのペンダントに頼りすぎてるんじゃない？幸せは自分で掴むもんだよ。そう。ユキ、わかったわ。あなたも私の幸せに嫉妬する醜い人間の一人だったのね。何言ってるのよ。私はあなたが心配だから。余計なお世話よ、放っておいて。ユキ、よな、なんか顔色悪いけど大丈夫？え、そんなことないわ、大丈夫よ。あの、私には運動不足なんだよ。勉強のしすぎじゃないの？ね、成績すごくいいんだって。え、あの、本当はさ、君のことをずっと気になっちゃってて、いろいろ友達とかに聞きまくってたんだ。私のことを？僕みたいな運動ばっかりのやつなんか君は相手にしてくれないかな？そんなことないわ、すごく嬉しい。本当に？僕その言葉真に受けてもいい？もちろんよ。ペンダント？ああ、
通販とかによくあるお守りみたいなものじゃないの？いや、あれはそんな可愛いものじゃない。ブリードが関わっている。そう、嫌な感じがプンプンしてたぜ。しかも持ち主の心はもうブリードにすっかり取り込まれてしまってるようだ。それはほっとくわけにはいかないわね。それってその女の子がペンダントを捨てさえすれば助かるんじゃないですか？ああ、捨てられればの話だがね。捨てられない理由でもあるの？見せかけの幸せに目がくらんで現実に目が向いていないからな。タッチが悪いわね。ああ。大丈夫？でも県大会が。これじゃあね。でも君が無事でよかったよ。ごめんなさい。君が悪いんじゃないよ。事故なんだから。いえ、違うの。私のせいなの。何言ってるの。そんなことないって。あ、ごめんなさい。ちょっと待ってよ。ひどいよ、こんなのひどい。彼の身に降りかかった災難は、彼が君の幸運を奪おうとしたから起きた当然の報いだ。僕は君の身を守ることしかできない。だからこれからも君の幸運を狙う人間には近づかないでほしい。分かってくれるね？僕を君の幸運の天使でいさせておくれ。これでいいのよ。私は幸せなんだもの。そのペンダントを捨てろ。ダメ、天使なんだもの。君に住み着いているのは天使なんかじゃない。孤独な人間の心につけいる魔物、ブリードだ。魔物？そのブリードは怪しい魅力で君を虜にしたに違いない。しかしそれは仮の姿。本当は醜いただの魔物なんだ。そして君が現実の世界に本当の幸せを見つけることを何より恐れている。心につけいる隙がなくなるか。まさか。あれは、私の天使じゃないの？僕を信じてくれ。君が信じてくれることで僕は天使でいられるんだ。でも君を幸せにできるのは僕だけだ。そうだろ？その幸せは幻影のようなものだ。そしてその代償はあまりにも大きい。君自身の命を削っているのだから。あの少年が怪我をしたのもそのブリードの仕業よ。あなたは利用されているの。あなたに取り付いているブリードは若い命を食い物にしているだけなのよ。何をするんだ！あなたは私を騙していたの。僕たち二人はお互いが必要なんだ。
君がいないと僕は生きていくことができない。天使でいることができない。いや、来ないで、化け物。確かに僕の本当の姿は醜い。だけど人間なんて見せかけだけで僕たちを天使と呼んだり魔物と呼んだり勝手なんだよ。女は欲深いからね。美形の幸運の天使なんて言ったらコロッと言っちゃうのよ。俺は天使と魔物どっちなんだろうな。もちろん天使よ。だって美形だもの。よさよ。熱も運びこの季節の夜風浴びて思い出した君と二人手をつないでみんなすぐに他人のふりをするよ。でも人は変われる。大切な欲しいのと彼女は言いました。それもまん丸のじゃなくてちょっと欠けた三日月がいい。耳飾りにするから。だけど彼女のお月様はいつもまん丸なのです。どうしてかですって？月が欠けて見えるあなたには多分分かりません。ナイトウォーカー第11夜、森の魔女。永遠なんて欲しくないの。